皆さんこんにちは、エビサーです。エビチャンネル、今回はヒストリカルファゴット奏者長谷川太郎さんをゲストに迎えました。よろしくお願いします。はい、ということで今回はバロックファゴットに焦点を当てていきたいと思うんですが、はい、まあ、バロックファゴットっていうのがいわゆるこう古楽器のイメージだと思うんですけど、皆さんが考えるバロックファゴットって大体どのぐらいの時代の楽器なんですか？それもドゥリチアンと同じく、はい、確信を持ってこの時代にどこで生まれたとは言えないんですけれども、1670年頃にフランスの王宮に仕えていたニコラ・オットテールという人がバッソンを使ったっていう記録が残っていて、それがこのバロックファゴットだったんじゃないかなというふうに言われています。ちなみにバロックファゴットっていうのはこのドゥルツィアンとのこう進化の形なわけですよね。はい、まあそうですね、まあ、同時期に使われていたこともあるんですけども、うんうん、まあそうですね、その前のドゥルツィアンとは何が違うんですか？こう見た目もかなりファゴットに近くなった感じがしますけども。はい、まずは現代のファゴットと同じく4つに分解される分解方式であるということですね。このテナージョイント、ブーツジョイント、ロングジョイント、それからこのベルですね。あ、この4つに分解されます。もうこれは今のファゴットと一緒ですよね。はい、そうですね。こう見てみるとキーがドゥルツィアンよりもちょっと増えたって感じですね。そうですね、それも違います。まずは、まあ、一番大きな違いっていうのが、ベルが、伸びて最低音ドだったのが C フラットまで出るようになりました。ああ、じゃあ今の音域と同じになったってことですね。そうですね、下の音に関して。そうですね。それから、これはあんまり見てわからない、わかりづらいんですけど、ドゥルツィアンはここにミとレのホールがあったんですね。ほうほう。それがレがこの左手親指で操るようになったっていうところも結構違うところですね。で、逆側は？逆側はこうなっています。初期のバロックファゴットは、ここのラーフラットキーがなかったんですけれども、うん、この楽器は初期の楽器ではないのでラーフラットキーがついています。でこっちはまあトーンホールが空いてるだけって感じですね。はい、でバロックファゴットになるとストラップをするようになるんですか、それともなくてもいいかなっていうぐらいの重さなんですか？ストラップはオリジナルにはついていたりついていなかったりするんですけども、そうなんです。だから決してつけちゃいけないっていうわけではなくて、つけてもいいと思うんですけど、ただモダンと比べてキーが少ないので、つけなくても吹けます。このやっぱり材質は楓なんですよね。はい、ちなみにこのキーとかって、はい、この独特なちょっとくすんだ銅みたいな色なんですけど、これって何なんですか？これは真鍮です。真鍮、これはただ使っていてくすんでいるだけでじゃあ元々は結構金色っぽい感じ、はい、そうですね、買った時はそうです。あ、そうなんだ、はい、そうか、じゃあ全部真鍮なんですね。今はシルバーメッキがかかってたりしますけどね。はい、でバロックファゴットになると結構いろんな曲が出てくるじゃないですか。まあ一番有名なのはビバルディのファゴット協奏曲は9曲、まあ4曲じゃあるっていうのがありますけど、まあバッハでももちろん管弦楽曲とかブランデンブルク出てきますけど、はい、まあこのバロックファゴットになるといろんな表現力が増えてくるんですか？そうですね、音域も単純に下と上に広がりましたし、うん、バロックファゴットの機能というよりかは必要とされる音域が広がりました。そう、どのぐらい広がったんですかね？例えばだんだんと広がっていくんですけども、うんうんうん、最初はテナーのソくらいまでが最高音域なんですけども、バロックの後期になるにつれて、例えばバッハがロタンチョーミサでラを使ったりとか、うん、ラモンも自分のいろんな曲でラを使ったりとか、あとは、まあ、18世紀の、まあ、バロックの本当に終わり頃に、シフラットを使ったりとか。へ、じゃあこの時代でもハイベールってのは出たもんなんですか？はい、そうですね、それこそフラジオで奏法で。ああ、そうなんですね。ただ、まあ、この楽器よりはもうちょっと新しいタイプの楽器だったと思います。
てはバロックファモットを吹かせていただきたいと思います。今リードを1本いただきました。ちなみにこのリード、はい、大きいですよね。あ、そうですね。コントラファゴットまではいかないけど、今のモダンのファゴットとコントラの間ぐらい、ね、あ、そうですね、大きさでいうとそのくらいですね。じゃあ吹いてみていいですか。はい、全然潰していただいて、ちょっと開きが広いんで、はい、おー、なんかコントラ吹いてるような感じ本当に軽いですね。リードですか。じゃなくて楽器がそうですね、本当にキーがないので、ハンドレストもないから、それがなんかすごく違和感がありますよね。で、あ、ここか。広い、この指が。そうですね。あ、俺この薬指結構ギリギリな感じ。まあ、ファゴット持つ感じでいいですよね。はい。薬指がすごく遠くて、はい、ギリギリで抑えられるって感じで、そうですね。 A はこれを押すわけですね、はい、まあ低音昔、そうですね、あの、まあ、下がってないですね。そう、どっかが多分、あ、ここか。全部押すってことですね。はい、全部します。そうですね、そうなります。まあ大変、これ瞬時にやるの本当に難しそう。まあ単純に慣れですね。へえ、B ってどう出すんですか。B は、クロスフィンガリングで、アルトリコーダーの位置と同じなんですけど、まあハーとゲーホールを押す。この時代に穴が、あ、なるほど。なんで僕は閉じてるんですけど、まあ、18世紀後半には穴が開いていたものが発見されている。なんで、まあ、こう、あの、そうですね、ピアノの弦は閉じたりしながら調整してます。これ今だったらここの親指のキーでオクターブ上がるわけですけど、はい、それがないからもう口と息とで狙っていかないといけないってことですね。ファゴットの好きなところなんですけども、はい、まあ、モダンはあの倍音列を変えてミファって出しましたね、はいはいはい、このまま出せるんですよ、バロックは。本当だ。でこれは結構正規の指使いで練習にも載っていて、この、フラジオのミファっていうのはすごい裏声で歌詞のような音を出せる。まあ、あのどっちもあって、現代のミファと、うん、あ、現代のでも出るんですか。出ます。あ、本当だ。でも F ちょっと低い感じなんですか。そうですね、まあ、あの運指はあの楽器ごとに違って、うん、完全に決まった運指はないんで本当に使い分けるんですよ。なるほど、まあ、これでも F が出ます。あ、本当だ。ミンフィルの人たちが使ってたウィンの運指ってあるんですけど、それでも出るんですか。あ、そうです、これはよく使います。ここを外すともうちょっと音程が上がります。
中指を外す、これだけです。ああ、ほんとだ。へえ。でも、右手つけたりもあるんですか。まあ、本当に音ごとに。高めに出るって感じ。面白い。結構、まあ、今のファゴットもわりかしそういうとこありますけど、はい、こう指がたくさん見つければ出てくるっていう感じなんですね。そうですね、本当に。ってどう出すんですか。いや、モダンと一緒です。モダンと一緒なんだ。こことここ。はい。吹いてもいいですか。はい。1、2、3、4、5。で親指が、あ、押すんだ。親指を押して、ここ全部押して。中指と薬指。中指と薬指。で、A ホール入って、デキですね。デキ。ああ、本当だ。こんな高い音まで出るんですね。はい。なんかでもあんまりここら辺の音域までは出てこない曲が多いですよね、当時。そうですね、ほとんど特別な時に近づかない、まあ、F、Gぐらいまで。はい、そうですね。あ、でもなんか吹いてる感じが全然軽いですね。ああ、そうですね。抵抗があんまりこうね、あるわけじゃないし、だから言ってみたら昔の曲って下付きが多いじゃないですか、刻むところとか、はい、ああいうところもやっぱ楽に演奏できる感じ、はい。あとなんかバロックのソナタって例えばモダンファゴットで吹くときはあの体力的にきついとよく言われるじゃないですか、はいはいはい、でも、まあ、こういう楽器をうまく鳴らすためにリードを選ぶと、うん、自然と軽くなるんですね、うん、そういうセッティングでバロックのソロ曲を演奏すると意外と楽だっていうことがわかります。へえ。いや、なんかアツリーニが小楽器にハマったのがちょっとわかりました。でしかもやっぱり小楽器やるようになってリードも変わったって本人が言ってたんですけど、あ、そうですか。やっぱりこういう楽さとかっていうのがあるとまたちょっとモダンも考えが変わりますよね。そうですね、モダンのリードが軽くなりました、小楽器始めてから。あ、そうなんだ、はい、ちなみにバロックで有名なのといえばどれがいいでしょうか。テレマン、ファッシュ、ビバルディ。あ、じゃあファッシュやってみるかな、はい、だったら今の指でいけるかな、はい。まずは通奏低音からかもしれないですね。そうですね。いや、本当にこのこっちが釣りそうになってくる。ハンドレストがないですからね。そう、ハンドレストないし、俺にとってはこの薬指はすごく遠いから、どっか外れるっていうと薬指が外れちゃうかも。あ、でもこういうのも楽器によって穴の位置って違うんですよね。まあ、違いますね。楽器を探せば、僕のようなちっちゃい手でも演奏できるような楽器もあったりはするんですか。小楽器を探すっていうのはなかなか難しいですけど。そうなんだ。でもあると思う、あの、まあ、多少の違いはあると思います。ああ、そうなんだ、はい、ありがとうございます、はい、で今はこうやってこう実際にリードを一ついただいて、はい、楽器体験をできるというレッスンもあるんですよね。はい、はい、そうですね。それについては概要欄に詳しく書いておきますので、よかったらぜひ、はい、長谷川さんのレッスンを受けてみてください、はい。リードを1本いただきました。まあ、もちろん低音が魅力なんですけれども、はい、先ほど言った通り僕はバロックファゴットのテナー音域っていうのがすごい魅力的だと思ってまして、うん、あのファッシュのテナー音域がフラジオでさっき出せる、うん、こういうふうに出せるんですけど、はいはい、この指を使うとファッシュの2楽章なんか、うん、あのもうこういうクロスフィンガリングを使わずに、うんうんうん、もう簡単純なこの、ああ確かにドレミファミレってできる、ああちょっと雑ですみません。でも今のこういわゆるミから全然違う指に変わるっていう感じでは全然ないですよね、はい、それでもいけるし、とても裏声でいい音だと僕は思ってます。はい、なんかある意味こう自由度が今の楽器よりもある部分はあるって感じがしますね。そうですね、例えば一つの音でも、例えばミの音、これをまあ息の速度を変えると、うん、
3度とか4度とかも変わるので、うん、1つの運指で2つの音を出したりとか、うん、例えば、うん、レミレドシドシラソレミシャミフラットを普通にミの指でできる、うん、ほう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 。だからそういう省略系の運指をたくさん使います。へえ、でもそれって自分のソルフェージュ能力とコントロールで持ってくってことですね。へえ、すごいな。ちなみに絶対音感はあるんですか？あ、全くないですし、うん、あ、ないですし、うん、古楽を始めてからさらになくなりました。あ、だっていろんな音程でその音を吹くわけですもんね、はいはい、へえ、すごい、うん、演奏する側としては今演奏するいわゆる古楽って言ってもいろんなピッチで演奏することになるわけですよね、はい、大変だな。いやでもすごい面白い。なんか逆に現代作曲家がバロックファゴットのために曲を書いてもいいですよね。だから最近やってる人がいますね。あ、そうなんですか。あのバロックファゴットのためじゃないですけど、うん、藤倉大さんがなんか古い楽器のために曲を最近書き始めて、ある意味なんかこう現代ファゴットではできないような表現がこっちだとできるっていうようなのがあるそうですかね。可能性もありますね。あとは僕年末にあのアンサンブルムロマチっていう団体で古楽器を使って現代の作曲家が作った曲をやるっていう演奏会に参加します。へえ。そういうことをやってる人は世の中意外といます。なるほど。あ、それはそれで楽しみですね。はい、もうぜひ、ね、そういうコンサートにもご覧の方も行っていただきたいと思いますということで、結構なんか可能性を感じたバロックファゴットの紹介でした。ということで今回は長谷川太郎さんにゲストとしてお越しいただいていろんな古楽器の話を聞きました。でさらにね、ここから今度パリ留学の話だとか、ちょっと話しづらい話も聞きたいなと思っているのでそこら辺はオンラインサロンチスの方で配信しますので、よかったら概要欄から会員登録してみてください。ということで長谷川さんのレッスンもバロックファゴットを体験できますの で、はい、でそちらの方も概要欄に書いておりますので、よかったらぜひ申し込んでみてください。何かお知らせあります？チラシができていないので大体的に宣伝はしていないんですけども、12月3日に、ドゥリツィアンとバロックファゴットを使ってリサイタルをします。お、リサイタル、はい、東京ですか？はい、東京のオペラシティ近江学堂で。ああ、響きがたくさんあると思うんですね。じゃあそれについてはツイッターでお知らせは出しますよね、はい、そうです。なので長谷川さんのツイッターも概要欄に書いておきますので、よかったらぜひチェックしてみてください。それでは今回はありがとうございました。ありがとうございました。